平野紫仕神宮寺優太もドラマ出演。キングプリンスの勢いが止まらない。2021年はキングプリンスの年となる。ヘイ、セイ、ジャンプ、イノーケイトキングプリンス、神宮寺優太の二人が現在ドラマを撮影中だと、18日発売の週刊女性、6月1日号、主婦と生活者が報じた。これはイノーの初主演作となるという。 それぞれの役どころなどドラマの詳細は不明だが、21日に人気小説シリーズ、準教授高月明の推察、角川文庫のドラマ化が発表されており、二人が撮影していたのはこの作品ではと噂されている。いずれにせよ、神宮寺のドラマ出演、決定にファンは大喜び。中には、金プリちゃん全員演技の仕事来てる。全員映像のお仕事持ってるのは強すぎと、キング、 プリンスの勢いを指摘する声も、これまで俳優業では平野志洋や長瀬角の活躍が目立っていたが、高橋海人も順調にキャリアを重ね、昨年は岡田義和脚本の姉ちゃんの恋人、フジテレビ系で公演。現在も、好調なドラゴン桜、TBS 系でメインキャストを務め、注目を集めています。さらに、舞台で活躍していた岸優太が、6月から始まる月給ドラマ、 ナイトドクター、フジテレビ系の主要キャストに名を連ね、2年以上ぶりに映像での演技の仕事が決まった。これに続いて神宮寺も久々のドラマ出演が決定ということで、ファンは盛り上がっているわけです。アイドルシライター、平野は、橋本環奈とダブル主演を務めたヒット映画の続編、かぐや様は小倉らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルが8月に公開予定。 長瀬は NHK 連続テレビ小説、お帰りモネに出演中のほか、主演映画、真夜中乙女戦争も決まっている。平野はさらに、小栗春が主演する10月期の TBS 日曜劇場、日本沈没、希望の人への出演も噂されています。同作は、笹振りの友人であるエンツエイジの出演も一部で報じられているが、平野も演技のアドバイスを求めるなど、笹振りを慕っており、 ささぐりキャスティングになる可能性もありそう。映画級の予算がついた対策になるため、決まれば大きな話題となるでしょうね。今年はキンプリのメンバー全員がドラマで活躍する年となるかもしれません。芸能識者。バラエティ番組でもここに活躍しているキングプリンスだが、5月23日に待望の冠番組、キングプリンスルが日本テレビで放送。 さらに8月には同局の24時間テレビ愛は地球を救うのメインパーソナリティを務めることも決定しており波に乗っているのは間違いない音楽面でも前衛星となる最新曲マジックタッチで審査会地を見せたばかり彼らにとってこれまで以上に多忙を極める年となりそうだ今年はキングプリンスのメンバー全員がドラマ出演で注目を集めているようだ 特に平野紫耀と神宮寺勇太の出演が報じられ、ファンは大喜びしている。これまで平野や長瀬角が俳優業で活躍してきたが、最近は他のメンバーも順調にキャリアを重ねているようだ。岸優太も舞台での活躍が評価され、久々のドラマ出演が実現した。また、平野は映画、かぐや様は小暮らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの続編に出演するほか、日本沈没、 希望の人への出演も噂されている。これらの作品での演技が注目されており、キングプリンスの活躍がますます期待されている。さらに、キングプリンスはバラエティ番組でもここに活躍しており、待望の冠番組、キングプリンスルの放送や、24時間テレビ、愛は地球を救うのメインパーソナリティを務めることが決定している。彼らの音楽面でも、 最新曲、マジックタッチで新たな境地を開拓しており、幅広い才能を持っていることが伺える。キングプリンスのメンバー全員がドラマやバラエティ番組で活躍する年となり、彼らの勢いはますます加速している。ファンは彼らの活躍に期待を寄せ、さらなる成長と成功を祈っていることだろう。キングプリンスの存在感はますます大きくなり、 彼らが日本のエンターテイメント界でトップに躍り出る日も近いかもしれない。今年が彼らにとって充実した年となることを願ってやまない。